皆さんこんにちは。ロンリーガールでおなじみの加藤ミリアさん。加藤ミリアが逮捕間近と言われる真相や不倫略奪婚の全貌について紹介します。まずは加藤ミリアさんの経歴とプロフィールから紹介します。加藤ミリアは1988年生まれのシンガーソングライターであり、2004年にシングル Never Let Go 夜空でデビューしました。リアルで等身大な歌詞とメロディセンスが共感を呼び、同世代の女性からカリスマ的な支持を受けました。ファッションデザイナーとしても活動し、彼女の髪型やメイク、ファッションを真似するミリア現象を巻き起こしました。現在は小説家としても活躍し、デビュー20周年を迎えてもなお精力的に新作をリリースし続けています。彼女の楽曲は現代女性の愛や葛藤をテーマにしており、多くの共感を集めています。加藤ミリアさんと旦那黒木純さんは2019年4月に結婚しました。子供を授かったことがきっかけで結婚することになりました。現在では子供ができたことをきっかけに結婚するケースは珍しくありません。以前は授かり婚に対する否定的な見解もありましたが、今では広く受け入れられています。黒木純さんは日本料理黒木のオーナーシェフであり、割烹を営む両親のもとに生まれました。18歳で料理人を目指して上京し、2010年には黒木のオーナーシェフに就任しました。黒木はミシュランで2年連続一つ星を獲得しており、日本一予約の取れない店とも言われています。常連客が多く、予約は半年以上先まで埋まっていることも珍しくありません。3台の電話を使って予約を取ったというエピソードもあります。黒木純さんはフジテレビのアイアンシェフにも出演し、ファの鉄人として出場しました。料理の鉄人として有名な道場六三郎さんの後継者としての役割を果たしたことで注目を集めました。2012年、黒木純さんが34歳の時です。彼はどんな食材を使っても沈着冷静に斬新な日本料理を提供し、日本料理界の牛若丸として知られるようになりました。黒木純さんが料理人を志したきっかけは両親の影響です。宮崎県宮崎市の海の近くで育ち、両親が営む小料理屋で父親の包丁さばきに魅了されて料理の道を選びました。18歳で上京し、名店興味で修行を積んで腕を磨きました。黒木さんの年収は2000万円以上と言われています。東京の板前の平均年収が500万円程度であることを考えると非常に高い収入です。イケメンで仕事も優れた黒木さんには多くの常連女性ファンがいるそうです。ミシュランで一つ星を獲得した名店のオーナーシェフであることから、この高い年収も納得です。さらに日本一予約の取れないお店を経営していることを考えれば、この収入は当然と言えるでしょう。加藤ミリアさんと黒木純さんの慣れ始めについては詳細は明らかにされていませんが、2017年4月の週刊誌報道では2年前から交際していると答えています。加藤ミリアさんは積極的に行動するタイプであり、自身の理想とする男性に対してアプローチを躊躇しない性格です。黒木純さんには交際中に内縁の妻と2人の子供がいたことが明らかになり、加藤ミリアさんはその事実を知らず大変なショックを受けました。この事実が判明した後、一度は2人の関係が解消されました。しかし2019年に結婚することになります。黒木純さんは全ての子供たちの養育費を支払うなど父親としての責任を果たしています。最近加藤さんの激走性が話題になっており、ネット上では拒食症やメンタルヘルスの問題、さらには薬物使用の疑惑まで飛び交っています。実際のところはどうなのでしょうか。加藤ミリアさんはシンガーソングライター、デザイナー、小説家など幅広い分野で活躍するアーティストです。デビュー当初は女子高生のカリスマとして多くのファンを魅了しました。最近の激痩せに関してはネット上で加藤ミリア、ますます痩せたね、前から細かったけどさらに痩せたといった驚きの声が多く聞かれます。彼女は2017年頃から体重が減り始め、当時週刊誌でイケメン料理人との不倫が報じられたこともあって拒食症の噂が流れました。しかし
実際には報道以前から彼女は体づくりに真剣に取り組んでおり、健康的な理由での体重減少と考えられています。デビュー当初、ライブ中に息切れすることが多かったため、体力向上を目指してほぼ毎日ジムでトレーニングを行い、食事は昼食のみという厳格な生活を続けているとのことです。この生活習慣が彼女の体重減少につながったとされています。加藤さん自身はライブパフォーマンスの向上を目指しているとコメントしており、年齢とともに衰えるのではなく、さらに進化したい、そのためには相応の努力が必要と語っています。彼女は心配されているような健康問題ではなく、自身の理想を追求するための結果であると強調しています。現在ではライブ中に息切れすることもなく、声量も増していると感じているようです。彼女にとって現在の身体状態が理想的な形に近づいているのでしょう。加藤ミリアさんにはかつてメンヘラ疑惑が浮上したことがあります。特にイケメン料理人との不倫報道が話題になった際、彼女の恋愛観に関するコメントが注目を集めました。彼女は友達のお父さんやそのお父さんと友達、そんな二人を好きになってしまった、障害がある方が燃えるし報われない方がいいと発言しました。この発言に対してネット上では、自分勝手、他人のものに燃えるタイプ、自分に酔っているだけ、不倫しておいてその言い草、自分が結婚した時に同じ目に遭えばいい、完全にメンヘラ、リストカットの跡がありそうなど、批判的な意見が多く寄せられました。このようなコメントが不倫報道に続いて適切でないとする声もありました。また彼女の激走性に関しても、初期のアルバムジャケットと2016年のミュージックステーション出演時の写真を比較したユーザーからメンヘラっぽいと指摘されています。最近のメイクも目元を強調したものが多く、上目遣いの写真も多いため、メンヘラ感が漂うと評されることが増えています。しかしこのようなメンヘラプロモーションは一部の女子から共感を得ているという意見もあります。気分が落ち込んだ時やメンヘラ的な気分に共感したい時に、加藤ミリアさんの音楽を聴くという人も多くいるようです。個人的には理解しがたいかもしれませんが、ファンの中にはその感覚を共有する人々が存在するのでしょう。さらに彼女の激走性の原因として、最も衝撃的な噂は役者の疑惑です。激痩せした彼女の写真を見たネットユーザーからは、加藤ミリア役者やっているのではないか、役者で逮捕されても自しても驚かない、こんなに痩せて大丈夫なのかといった反応がありました。しかし現時点で役者使用に関する捜査の情報はなく、これらの噂はネット上の憶測に過ぎないようです。彼女自身は現在の状態が理想に近いと感じているのかもしれません。総じて加藤ミリアさんの変化は様々な憶測と話題を呼んでいますが、彼女自身がどのような考えや目標を持って行動しているかが重要です。ネット上の声や噂に左右されず、彼女が追求する理想と芸術性がこれからも多くの人々に感動を与えることを期待しています。ファンにとっても彼女の音楽とメッセージが心に響く瞬間が続くことを願ってやみません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。